皆さん、こんにちは。ラジオ番組、ギブギギブ、パーソナリティの伊藤奈と申します。今日はですね、9月21日。まあ、我々収録しているのは関東なんですけども、沖縄はまだ暑い盛りではあるんですが、今日その沖縄の暑さに負けないぐらいビジネスに熱い男が参りました。今日はですね、私の、ビジネススクール、獅子塾と呼ばれるところの同期の、仲間である横山和成さんにお越しいただきました。横山さん、ありがとうございます。どうも、こんにちは。本日はお呼びいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、早速なんですが、はい、横山さんの自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。私は変革支援パートナーの横山と申します。コンサルなんですけれども、まあ、狙っていることがですね、社長さん、皆さん変わりたいといった願望を持ってらっしゃる方、非常に多いといったことで、はい、そういった社長さんのですね、変わりたいという願いを、まあ、ご支援したいなというふうに考えております。そこからですね、会社名もそのままなんですけれども、変革支援パートナーという、まあ、そのままの名前で今、会社を経営させていただいております。で、バックグラウンドなんですけれども、大学出てですね、総合商社の方で14年ほど営業をやっておりました。で、その時にもですね、どちらかというと泥臭くてですね、インドに駐在したり、ないしは、アフリカから輸入したりですね、中国に売りに行ったりといったような、割とちょっと泥臭い仕事をさせていただきました。で、その後、まあ、ちょっと一念発起してですね、外資系のコンサルの会社の方に転職をさせていただきまして、で、そこでですね、転職したのは36歳で、まあ、ゼロからのスタートといったところで、まあ、勉強を一生懸命してですね、その後、クライアントさんの、工場でですね、詰めて、こう作業服着ながらですね、一緒に、まあ、クライアントの皆さんと一緒にこう実現するために汗をかくといったような仕事をしたりしてました。で、その後、EC 会社ですね、機械部品を売るような会社で、まあ、割と厳しい社長がいる会社だったんですけど、そこで雷に打たれたりですね、まあ、そういったことを やりながら、はい、昨年、独立したといった流れでございます。ありがとうございます。もうちょっとね、社名は控えさせてもらいますけども、名前聞くとあっていうようなね、こうビッグなねところをこう渡り歩かれた方でして、すごく私がこんなね就労してもらうのはすごく恥ずかしい立場で今ちょっとどうしようかなって思ってはいるんですが、まあ、同期の仲間ということで嬉しいっていうところがあるんですけども、はい、まあ、そんなね、カズさんと我々は呼ばせていただいてはいるんですけども、はい、この獅子塾になんか入ったきっかけとか、はい、ああいうのってどんな形だったんですか？そうですね、うん、やっぱりこうずっと、まあまあ、大企業と言われるところでまあ仕事をしてきたわけなんですけども、うん、はい、でその中で、まあ、コンサルだったり経営のお手伝いってことはずっとやってきました、なんですけれども、その時にちょっと悩みというかですね、不満というかがあったのが、まずすごい短期目線になっちゃうんですね。で、やっぱりこう大規模なコンサル会社っていうのは非常にこう重大な課題があるときにものすごい高いフィーを払ってお願いするようなことが多いので、プロジェクト期間も、まあ、3ヶ月が標準ですし、まあ、半年1年というのはかなり長いプロジェクトになることが大体普通です。で、そうなるとですね、ようやっとその課題が分かって、でクライアントさんとも仲良くなって、で結果が出始めたところでプロジェクト終了っていうのが非常に多かった。あとは、まあ、ちょっとファンドでのお手伝いみたいなこともあるんですけれども、それもですね、やはりこう結果が出始めると、まあ、ファンドっていうのは会社を売る仕事なので、まあ、縁が切れてしまうみたいな感じがありました。で、そういった中でですね、やっぱりこうより長期目線でそのクライアントさんに寄り添いたいなっていう意識がまあ、あってですね、ちょっと大企業にいるとそういった、まあ、自分のやりたいことっていうのがちょっとできないのかなっていう意識が少しありましたといったことと、あと、まあ、大企業にいるとまあ贅沢言ってられないんですけど、相手選べないんですよね。もうやっぱりこう会社の都合っていうのは当然ありますので、それよりは、まあ、独立してですね、自分が、本当にこうご支援したいなと思える人と長期的な関係を築きたいといった意識があって、まあ、いつか独立したいっていうのは、まあ、ずっと思ってたわけなんですが、でそういった中でですね、まあ、その、まあ、三郎さんとお会いした獅子塾っていうのは、いわゆるそういう事業、コンサルであるとか、まあ、会計士さんとかですね、そういった人の、まあ、独立に向けた学ぶ場所だといったところだったので、まあ、参加をさせていただいて、でその時はまだ辞めるって決めてなかったんですけど、まあ、それをもう授業を受ける中でですね、まあ、決断をして、で授業が終わるタイミングに合わせて、まあ、独立したような感じですかね。あ、なるほど。
当初はなんか事業承継をっていうなんか話がなんかあったような気もしますけど。はい、よく覚えてらっしゃいますね。ああ、そうなんですよ。だからその時は、今思うとやっぱりすごく、なんか、あ、やっぱ頭でっかちだったなっていうふうに思っていて、やっぱりこう、個人で独立する以上、クライアントさんが中小企業になるっていうのは分かってたんですよね。もうやっぱり大企業とは個人では付き合えないので。で、なんで、じゃあその人たちの課題ってなんだろうって言った時に、やっぱり今、まあ、記事とか、いろんなものの本で、やっぱり日本の中小企業の、まあ、事業承継っていうのは非常に大きいテーマだと、はい、話に、まあ、それはもう、それは今でも事実だと思うんですけれども、はい、だったがゆえに、まあ、それをね、まあ、テーマにやろうかなと思ったんですが、まあ、やってみると、とか始めてみるとですね、やっぱり事業承継っていうのは、やっぱり初めて会う人に悩みを打ち明けるようなテーマじゃないんですよね。やっぱりこう、他のところでお付き合いをさせていただきながら、こう仲良くなった後ですね、信頼した後で、初めて実はねっていう感じで相談するようなテーマだっていうことが、まあ、改めて分かってですね、ちょっとこれじゃいかんなと、いったことで、まあ、方向転換をしたって感じですかね。その方向変換したのが、社長の時間をこう効率的に使うっていうところに着目してされたかと思うんですけど、その辺も少しまた語っていただけますか。はい、うん、やっぱり、そういう中小企業の社長さんにですね、やっぱり皆さんね、変わりたいっていう意識がお持ちなんですよね。やっぱりこのままでいったら自利品というか、何かやんなきゃいけないっていう意識が皆さんお持ちなんです。で、じゃあ改革やりましょうよっていう話をね、お手伝いしますよっていう話をすると、どんな返事返ってくると思います？そうですね。やっぱりこうね、変えたいけど時間がないとか、そうなんです。人がいないとか、そういう回答多いんですね。さすがです。まさにね、その2つが答えなんですよ。時間がなくてできないよとか、やっぱりこう任せる人がいないよっていう返事が、やっぱみんなすぐ返ってくるんですよね。でもそれって原因なんですか、結果なんですかっていうのが僕からの逆の問いかけで、時間がないっていうのは改革してないから、結局こう、日々のことに忙殺されているだけかもしれないし、人がいないのも育てていないから、任せていないから人が育ってないっていうことも当然、まあ、あるんじゃないですかっていうような話をすると、みんなドキっていう話をされるわけですよ。ああ、止めてですね。まあ、なかなかね、厳しいところ飛んじゃうわけですけれども、で、まあ、個人的に、まあ、いろんなところでですね、まあ、割と忙しいところを転々としてきているので、自分自身の時間管理の手法であったりとか、それを皆さんどうやって活用するしたらいいですよみたいなことっていうのは、それまでもコンサル時代からお伝えをしてましたし、あとはこうやっぱり効率を上げるために、IT のツールをどう使いましょうだとか、あとはこうチームとして仕事をするときの仕組み化とかですね、 PDCA の回し方とか、会議でこういうことやると進行って早くなるよねみたいな、こうノウハウっていうのをいっぱい持ってたんですね。でそういうのをこう、まあ、一つのパッケージにして、まあ、これって結局何やってんのかなって考えたときに、社長が社長の仕事に専念するためのお手伝いじゃないかっていうコンセプトにこうちょっとたどり着いてでですね、はい、で、まあ、その中で、社長業宣伝コンサルタントっていうコンサルティングっていうサービス名にまあしたっていう経緯ですね。なるほど、なるほど、なるほど。そこからじゃあ今ね、こうチャプジピーとかのね、講師とかもされてらっしゃるんですけど、はい、そのここの流れをまた語ってもらってもよろしいですか。はいはい、で、まあ、そういった社長業宣伝コンサルティングというのをやる中でですね、うんうん、あるところで、まあ、税理士事務所の方からセミナーをやってほしいということで、うんうん、時間術、社長の時間術っていうのをですね、うん、セミナーをやらさせていただいたんですね。で、その中でちょっと皆さんもチャット GPT とか使って、まあ、業務効率されてると思いますがって言ったら、ちょっとね、変な空気になったんですよ、その場が。それで、それを主催してる税理士の先生の方からセミナー終わった後ですね、横山さん、なんかセミナーの中でチャット GPT って話されてましたよね。で、次のセミナーで話ってできますかっていう話が あっちから来て、あ、全然できますよっていう話をしたのがそのきっかけですね。それが今年の1月です。で、そこでですね、チャット GPT のセミナーをこう税理士事務所のこうところに集まった方に対してさせていただいたら、すごく面白かったっていう評価をいただくことができてですね。で、それを、まあ、ちょっと Facebook で投稿したんですよね。そしたら、本当に、まあ、友達にしか送ってないんですけれども、なんか聞いてみたいっていう人が20人、ドドドッとすぐ集まってですね、あ、じゃあやりますよって、ね、三郎さんにも出ていただきましたけれども、お友達ベースで、Zoom を使って、まあ、お伝えをしたと。
そしたらやっぱりこうね、割と年配の方だけじゃなくて、比較的若い人で、割と市場とかで、割とそういうこう、なんですかね、ビジネスで、割と効率よく仕事をされてる方こそですね、やっぱりチャット GPT って面白いね、これ使わない手はないねっていうフィードバックがすごく、いただけましたよね。サブロさんにも本当その時出ていただいて、楽しんでいただいたかなと思いますけど、その後ってやっぱ変わりました？そうですね。もう、明らかにこう、作業系の時間が大幅に、こう文章を作るのが減りましたね。こう、感覚的には本当もう1割ぐらい済んだっていうのが、そうですよね。明らかに今まで何やってたんだろうって、こう、ちょっはい。と、反省することばかりなんですけども、まあ、それは本 JR 事務所当、なんでね。つかんない手はないっていうね、やっぱりレスポンスが、フィードバックがね、受けてくださった方からすごくいただく感じですね。で、その1月ぐらいからですね、そういった形で皆様にお伝えしていて、途中からですね、回数増えてきちゃったので、有料で やらさせていただくようにして続けてるんですけれども、その中で、一番最初にですね、社長さんにチャット GPT とは何ぞやとか、基本的なやり方みたいなことをお伝えをして、したらもっと練習したいよっていう方が出てきたので、じゃあ、プロンプトの作り方研修っていうのをやりましょうかっていうのを第2弾としてやり始めて、で、2ヶ月ぐらい前ですかね、第3弾として、チャット GPT と別の、生成 AI のツールを組み合わせることによって、パワーポイントまで一気に作れるんですよ。すごいっすよ、これ。まだこれ、サブロさん受けてないやつですけど、これぜひね、機会あったら来ていただきたいですけど、ぜひ、びっくりするぐらい、スムーズにスライドが作れます。で、やっぱりそこでですね、お伝えしてるのが、プレゼンの基本ってあるんですよね。プレゼンの基本、相手を動かすっていうのが基本なんですけど、スライドを作るのは手段であって、目的は相手を動かすことですよね。で、相手を動かすために手段であるスライドを手段である生成 AI を使って作るっていう、そこのコンセプトがですね、これもすごく好評いただいてるやつでですね、機会だったらみたいな感じだと思います。で、そういったのを今、セミナーでいろいろやらさせていただいてる中で、もう今で30回以上やってるんですけど、1月に入ってからですね。で、今、同友会っていう経営者の、団体がありますけど、そこを中心に活動させていただいてるんですが、そういった中でですね、なんとか支部っていったところで、一回チャット GPT のやつやってくれないかみたいな話をやるとですね、やっぱり経営者の方が20人とか集まってくださって、それがですね、いろんな支部を転々としてる中で、多数の社長さんに聞いていただいてると。で、社長さんが私のこのセミナー聞くとみんなどう思うかっていうとですね、社員に聞かせたいっていうんですよね。やっぱりこう、やっぱり社内見ても使ってるようには見えないし、ちょっと危機感が足りないんだよねっていう感じる方がいらっしゃって、そうすると、人によっては、社員の方をですね、私のセミナーにこう受けてこいって言ってくれる方もいらっしゃいますし、ないしはもう会社のために、セミナー来てくださいと。いった形で、ちゃんとお金を払いますからみたいな感じでフォローがつくんですけど、いただきながらですね、何十人っていう人を集めていただいて、チャット GPT について、話をさせていただいたり、ないしは、今、リスキリングのね、仕組みがこう、助成金でありますから、あれにつなげていったり、さらには、こう、DX のプロジェクトを一緒にやりましょう、みたいな話に今、ありがたいことにいただいてる感じですかね。業務の効率からからこうチャット GPT で DXM までこう、はい。すべてなんかつながっていくね、感じがね、そうしなんまですすよね。ね。で、皆さんにあといいって言われてるのが、こう、人を切るっていう発想じゃないんですよね。こう、人じゃなくてもできることを AI にやらせて、人は人にしかできないことにもっと時間使いましょうよっていうことをお伝えしてるんですけども、やっぱそれがすごく皆さんいいよねっていう話をされていて、やっぱりどうしてもね、みんな繰り返しでだるくて、ちょっとストレスがかかる仕事っていっぱいあるじゃないですか。で、そういうのをこう、サクッと AI にこう、お任せしつつ、自分はね、よりクリエイティブで、例えばお客様が喜んでいただくためには何したらいいんだろうみたいなことを考えたりとか、そういったことってやっぱみんなやりたいけど時間がなくてできてないことっていっぱいありますんでね、そういうところにこう、時間使いましょうよみたいな話すると、皆さん、使い始めた社員の方もですね、喜んでいただいてるっていうのが今の、活動ですかね。確かこのツールで本当に時間が、わしきに1割ぐらいになったって言いましたけど、多分お誘いした他の方とかも同じような感想
そうですね。皆さんは本当に喜んでいただいてね。まあ私がすごいっていうか、チャット GPT がすごいんですけど、素晴らしいツールだと思いますよ。そこやっぱりこうね、伝達するっていうのが大事ですからね。そこをね、やっぱりこう、ものをね、見ても使えない我々にとっては、こう、カズさんからの指導を持って、あ、こういう使い方が、ね、できるんだっていうのは、やっぱりこう、目に鱗っていうか。そうですね。ね、やっぱり今ね、まあ今、ラジオで聞いてる方も、いろんなセミナーあるのはご存知だと思うんですよ。うん、YouTube とか見ても、無料でやってるセミナーもね、オンラインセミナーもいっぱいあるんで、うん、まあ、受けてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、私のセミナーを受けた方からいただくフィードバックは、やっぱ私、IT のスペシャリストじゃないんですよね。だ結局こう、IT の方がやるセミナーっていうのは、どうしても IT 目線でものを語ってるんですけれども、私はそうではなくて、ユーザー目線であったり、経営者としてチャット GPT ってどういうふうに向き合うべきかみたいなことをこう語っているので、まあ、テーマとしてはもちろんチャット GPT だし、業務改善なんですけれども、見てる方向がむしろ逆っていうか、なんかね、そういった部分があるみたいですね。なんで、すごく面白がっていただいてるのかなというふうには思います。なんかこう、社長からこんなこと言われた、こんな感謝されたとか、そういったなんか事例とかってあったりしますか？いや、もう本当にいっぱいあるんですけど、はい、なんか刺さるような事例がもしあれば。はい、やっぱり自分の、右腕を楽にしたいっていう方多いんですよね。やっぱりこう、社長さんがいらっしゃって、もちろん社長さんも忙しくされてるんですけれども、はい、でチャット GPT を使って、何ができますかって言ったときに、あなたの、まあ、右腕、まあ、番頭さんであったりとか、信頼に足る、例えば経理部長さんだとか、総務とかにこう割と信頼してる人がいらっしゃって、社内の業務取りまとめてる方ってやっぱりいらっしゃると思うんですけど、その人ってすごくお忙しいんですよね。で、で休みも取れないみたいな感じになっちゃってる会社ってすごく多くていらっしゃいます、うん、でやっぱそういう人をね助けたいんだよっていうような話っていうのは複数いただきますね、うん、なのでまあ、今一番一生懸命やってくださってる会社はその、総務部、まあ、100人ぐらいのメーカーさんなんですけれども、うん、はい、総務部長さんっていう、まあ、女性の方がいらっしゃるんですが、社内中の問い合わせで彼女に全部集まってきちゃうんですよ。こう人事の相談から経理の相談からですね、それでもう、はい、工場もあるし、はい、でってことになると、まあ、すごくストレスなんですよね。まず休めないと、あとはこう同じ質問を20人の人からバラバラに来るわけですよ。同じことなるほど。と、ね、まあ、一人は初めての人なんだけど、受けてる方からするとすごく耐え難いんですよ。またこの質問かみたいな感じになりますと。今そこで一緒にやらさせていただいてるのは、社内の問い合わせっていうのを全部チャット GPT に置き換えましょうっていうのを今やっていて、まあ、それによってですね、そういった問い合わせ工数っていうのが、まあ、半分にはすぐなると思うんですね。であとはこうデータを蓄積していけば、まあ、8割減ぐらいまでは持っていけるかなというふうに思ってるので、そうなるとですね、やっぱりそういったキーパーソンの、まあ、時間を浮かせてあげたり、休みを与えることもできるし、だからどの会社もですね、やっぱり最近は属人化を気にしてますね。はい、やっぱりこう、はい、やっぱりナレッジが一人にこう集約、集まっちゃうと休み取れないってもありますし、その人が倒れちゃったりとか辞めちゃったりしたときに、やっぱりこう貴重なナレッジが一気に散逸しちゃうんですよね。はい、それに対するこうやっぱ手当て考えなきゃいけないと思ってたときに、やっぱりこう元気なうちにですね、チャット GPT みたいなものを使って、社内ボットみたいなのを作っていくっていうのは確かにいいねっていうのはよくいただきますね。経営者だけでなく、そういった右腕番頭さんの時間、そうですね、沸かすってのもとても大事なことですね。はい。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、そういった形で、本当に個別具体的に、業務で困ってることっていうのを言ってもらったら、チャット GPT の使い方っていうのをこっちでひねり出すことができるので、だから、よくね、チャット GPT って何できますかっていう質問をいただくんですけど、はい、逆なんですよね。何やりたいですかが先なんですよ。確かに。うん。例えば、まあ、サムローさんのお仕事だと、Excel ってすごくね、使われてると思いますけど、はい、Excel って何できますかって言われると困るじゃないですか。そうですね。計算もできるし、データベースもできるし、グラフも書けるし、ね、こういう表だって、表ってか、まあ、まとめ資料みたいなものをね、方眼紙みたいにして作る人もいるし、使い方ってみんな千差万別ですよね。で、やっぱり使い方、使う人の習熟度によって、こう、レベルも動くわけですけど、チャット GPT ってもっとひどいと思っていて、できることの幅もものすごく広いですし、さらにずっと広いし、さらにこう使い方によって、実力の引き出し方っていうのもものすごく差が生まれるツールだなと。
だから最近出てきたの、話で、脳みそに新しいレイヤーができるっていう考え方が今出てきてますね。AI 脳っていうのが、こう、できるんだよと。だ動物脳があって、まあ、人間のこう認知の脳があって、その外にですね、AI 脳っていうのが付け加わって、それを持ってですね、人間としてアウトプットしていくっていう概念が今もうすでに出てきてますんでね、そういった働き方っていうのが、やっぱり、社長さんが気づくとですね、すごく面白いって言っていただけますかね。まだ私もね、受けてそのパワーポイントのところは、本当にこう、時間をかけて、また誰かにお願いしてたっていうところそうだっですたんですけね。ど、そこをお願いしなくても、そういったツールに全部任せちゃって、はい。お願いしてた方はまた別なことができるっていうね、できる。こう、切り捨てんじゃなくて、はい。他の稼げるところに集中投下できるっていそううでのすで、ね。ないしは、そのパワーポイントを作るための、要は、私たちが作んなきゃいけないのは、ストーリーラインを作ることなんですね。ストーリー、やっぱりクライアントだったり、相手に、まあ、インパクトを与えたいよっていうのは、それはやっぱり私たちがやんなきゃいけないんですけど、そこまでやったら、もう8割までのスライドは5分でできるっていう、そういう世界が今実現しているので。すごい、そのためちゃって出ちゃいますね。だからそこの部分で、があればですね、その、まあ、パワーポイントを作ってくださる担当の方がいるのは、まあ、もちろんいてもいいんですけれども、その方の工数もぐっと減らすことができますし。確かに。うん。これは使わない手は、こう、リスナー方、いや、もうぜひ結ぜひ。論としてやめるのはいいと思うんですよ。結論としてやめるのはいいと思うんですけど、なんか自分には関係ないと思ったり、なんか、見て見ぬふりとかですね、そういうのはもったいないかなと思いますよね。試してみて、いや、自分はやっぱりこだわりがあるから、AI じゃなくてこうやるんだっていうふうに意思を持って排除するんだらいいんですけど、アンケート見ても、日本の中小企業の方の半分の人って、当社には関係ないっていうアンケートの回答なんですよ。そうなんですか。これ、野村総研がやったアンケートなんで、全然バイアスかかってない日本のやつなんですけど、で、これがね、大企業になると数パーセントなんですよ。いらないっていう人が。で、1000人以下の、中小企業、まあ結構大きい会社含まれてますけど、そこまでいくと47%の人が、当社には不要だって言い切る。なので、まあ私がセミナーに来てる方が、まあ今まで使ってない人も、まあ私の話を聞いて使ったらトップ50%に入りますよっていう話をしていて、47%の人は寝てるわけですから、そうですよ使っね。た瞬間にトップ5割ですみたいな、そういう世界に行きますんでね。いおや、めでとうこごれざはいもうますみたいなね、感じですよね。もうこれをね、どんどんね、皆さんね、使ってほしいなって、こうね、思いますよね。だから本当に使ってみたら、まあ一回使ったらね、本当使わない手はないなっていう感覚を持つ方の方が多いので、まずはね、本当に、まあ怖がらずというか、聞いていただければいいと思いますし、まあ私の方でもね、毎月いろんなところで、やってますので、ご興味ある方は本当にお気軽にお問い合わせいただければね、まあ皆さんにわかりやすくお伝えできるんじゃないかなというふうには思いますけども。あれですオンラインでやってらっしゃる感じですよね。オンラインこでもですう。ね、毎月ですね、経営者さんへっていうものと、あとはそのプロンプトの作成っていうのについては、毎月1回ずつですね、セミナーを開催をしています。PTX っていうところで検索していただくと、結構上位の方で出てくるらしいのでですね、見ていただければというふうに思います。あと、そのパワーポイントの方は、今、ちょっとリアル開催だけ、東京でリアル開催のみでやってるんですけれども、まあ、これもですね、やっぱりいろんなところから、ズームでできないのかっていうお問い合わせいただいているので、今、検討中です。難しいんです確かによ、確かに。なかなか。だからリアルでなんかこうやるからこその意味なんかありそうな気も。そうですね、リね。アルでやっぱりこう皆さんの画面を一緒にこう操作しながらやっていくので、画面だとこう皆さんの画面が見えないじゃないですか。確かに。わかんないですよね。そこはね、ちょっと難しいんですよね。そのパワーポイントのリアルのはもうあれですか、何日今後開催するかもう日程は出てたりするんですか？それは決まってますね。パワーポイントの方は、10月の24にありますね。お、10月の24ですね。そうですね、9月はそうですね、19にやるから、もうそれ終わっ、この放送ではもう終わっちゃってますもんね。9月にそうがです9ね。月の回で、10月が、10月の24です。で、その次が11月の27ですね。じゃあ、一つに一はい。回って形ですかなのね。で、桜さんもぜひ お越しいただければというふうに思いでますすけれね。ども。場所は東京ですか？そうですね、このリアルでやってるのは、田町駅の田近く町。で。
あ、なんかそういうセンターみたいなのがありまそうですね、ね、多摩港地区がやってる、港区産業振興センターですかね。確か9階、10階、11階にあるそうとそこでう、あすよの辺にね。あるやつ、すごく綺麗ああ、な会議室があって、でそこで、定員20人ぐらいの会議室で今やらせていただいてますけどもね。ね、あそこね、交通の便もいいですしね。はい。ね、こう、品川からも行けますし、そうですね。こうね、まあ、沖縄方がもし東京来られてもね、羽田はい。空港からそって行けたりしますあ、ので、そうですね。すぐ、来ね、ていただけでますすよね。ね。はぜひい。ですね、沖縄方でもしご興味持たれた方は、はい。参加する価値は十分にあるかと。まあ、私私もも行行こうきかと思まいますす。けど。あ りがとうございます。はい。そんなこと話してたらね、もうあっという間に時間が来ちゃったんではい。すよね。早いすみもません。の相方、で。時間術やってられるよね。こういう話すので、タイムマネジメントできないんです。いすみません。い、大丈夫です。皆さんおっしゃるんで、やっぱもう終わりですかっていうことで言うので、まあ、それだけやっぱりこうね、いい時間を過ごしていただいたのかはい、ありながととうご思っざいてまはあしるんですた。けども、最後にじゃあ一言これを言いたいというのがもしございましたら、最後一言おっしゃっていただいて締めたいなと思いますので、何か一言熱い気持ちをどうぞ。そうですね。やっぱり今はね、チャット GPT といったことで、これをお伝えしてですね、皆さんの経営者の方のお役立ちに立ちたいといったことで、今一生懸命やっておりますし、今後ですね、やっぱり社長の皆様が、やっぱり社長の仕事に専念して、変革にトライするといったことをぜひサポートしてさせていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひですね、どこかで、お話しする機会いただけたら非常に嬉しく思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございましはい。た。今週は横山和也さんからの報告でした。また来週もよろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。